スムーツのセブンスアニバーサリー1日限定プレゼント放題。はい、Q レースやってくよーということで、続いては、フリンライダーですね。フリン?と一緒に消せる。孤独つく。ラプンツェル。ということで、やっていきましょう。ボビー舞浜さんのね、動画で、時々キャラクターグリーティングのワンシーンがこう、映されたりとかしてるんですけど、それの中でね、どれに出てきたかちょっと覚えてなくてありますけどね、クリンライダーが出てきてるところがあるんですよ。もうね、そのクリンライダーが、超イケメン。もうほんとね、超イケメンなんですよ。びっくりするくらいのイケメンで、なんか、カバンに隠れて、こうね、ニコってしたりとかね、カバンから出てきて、ちょっと変顔とかして、変顔イケメンってもう本当のイケメンですよね。でも、決め顔でイケメンってもう大体いるじゃないですか。でも変顔しても、変じゃなくて、ただただイケメンっていう人、いるじゃないですか。本当にね、あれは、すごい。なんか人生トップ5に入るくらいのイケメンなんですよね。だからね、の顔ってですよね。まあ、日本人の中でもね、本当にかっこいいと思う人も中にはいるんですけど、やはり活躍しているものじゃないと思うんですけど、外人ってイケメン多いよね、本当に。キラーン。あれ、これ大してもしかして、結構ね、なんかダメ。プレイしすぎて、そんなに連続でツンツンプレイすることがなさすぎて、あ、疲れてね、喋ることがなくなってきたんですよ。何かネタ提供求むってとこなんですよね。ネタ提供求められるのがね、後ろにいる奥さんしかいないんでね、奥さんにちょっと助け舟を出してもらいながらやっていこうと思いますね。はい。これでまた多分レベル上がるんでしょ。で、2000コイン失うんでしょ。なんとかしますよ。はい。金ならある。ということで、ご視聴いただきましてありがとうございました。あと、650ポイントですね。貯めて、一緒もクリアしていきたいと思います。さよなら、バイバイ。